ネイティブキャンププレゼンツ竹内壮の世界進出、今回はまたしても富士スピードウェイにやってまいりました。今日はレースの日ですよ。それでは行きましょう。レッツゴー。ネイティブキャンププレゼンツ竹内壮の世界進出バートルチャレンジ。さあ続いてはこちら、カローラGR カローラに乗車したいと思います。お願いします。よっしゃ、こら、どうも。よろしくお願いします。調子はどうですか、今日の。バッチリ。富士は好きですか。富士大好きです。あ、富士大好き。富士勝ってます。勝ってますよね。富士を一番速い速度で駆け抜けた男。さあ、スタートします。すごい、来た、うわっしゃーい。おおおお、 GR カローラすごい加速力。うわー、これまたすげえ。ドン、いい感じですね。いやー、横横向いてる、この人。170キロですね。うわー、今170、やば。ここは60キロ制限入ってます。ここ本当は全開で行くんですよね。はい、ここでいろいろ起きますもんね。起きます。ここが一番抜けるポイントなんです。そうですよね。ブレーキングでガツン行ける、はい、ここから高速コーナーが続く。うわうわー、やべやべやべ、すげえ。ここの G すごいですよ。うわ、これやばいですね。クリオスさん、やばいよこれ。あえぐっ、えぐっ、マジか。うわー、体が横に、すっげー。あー、ちょっとライン取りが違う。うおお、前のカイエンに追いついた。そうですね、捉えた、捉えました、捉えた。こんな景色なんすね。はい、うわー、ここすげーな、ブレーキングは首が持ってかれる。うわー、すげえ。こんなに遠赤、うわ、追いつきましたね。ああ、立ち上がりがいい、立ち上がりがいい。追いついた。うわ、これ、うわ、こんなに近づくの。大丈夫、クリオスさん。うわー、ちょっと、うわー、うわー、もう目の前だよ。うわー、サイドバイサイド、サイドバイサイド、うわー、テールトゥーノーズ、やべえ、この男やべえ。あー、すげえ、あー、すげえ、あー、汗かいた、やばいっすね。攻める。でも車がすごいしっかりしてるんで、じゃあ運転しやすいですね、やっぱり。これ市販車ですよね。そうです、はい、市販車でこんだけいけるんすね、はい、すんげえな。いやー、参りました。ありがとうございます。お見せしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと時間短かったですが、ありがとうございました。またいつか一緒に走ってください。よろしくお願いします。お世話になりました。国本選手でした。ありがとう。最高。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばいです、あの人やばい。あの人やばいよ。すげえ、やーべえ、やべえ、やべえっすか。国本さん、やべえよ。前のポルシェに追いついたっつって、よし行っちゃいますかって、サイドバイサイド行って、デルトゥーノーズしてサイド行ってみたいな。バコバコ攻めて煽りまくるっていう。あれは攻めっ気満々だわ。最高っすね。やっぱり富士で勝ってるだけありますわ。得意なんだって、国本選手。富士大好きなんだって。富士大好き。あー、すごかった。いやー、すごかった。これはいい経験だ。あー、楽しかった。いいツアーですね。おー、わお、おー、わお、オーリー。富士スピードウェイ試乗体験終わりました。ちょっと発汗がすごいね。心拍数上がってる。楽しかったです。ネイティブキャンプスペシャル竹内壮の世界進出バートルチャレンジ。
パドックツアー、パドックツアー、ピットウォークに、ピットウォーク、ピットウォーク、脇坂純一さんツアーです。まあ皆さんご存知かもしれません、基本的にサーキットという無機質な空間で、あのレースウィーク何もない時はですね、もうアスファルトと建物しかないんですけど、そこにあのレースが来ると人が集まってきてね、するんですけど、こういう世界選手権になってくるとちょっと匂いとか、まあ、もちろんガソリン、あの燃料が違うのと、普段こんな裏側見れないですもんね。これはなかなかね、こういう機会じゃないと。まあ、基本的にはドライバーたちが出てきてファンサービスをする時間なんですけど、なるほど、その後ろでは次の走行予選に向けて、まあ、車を整備する時間。ああ。ちょっと入りましょう。入っていいんですか。入っちゃっていいですか、ここ。入っちゃっていいみたいな。どうも初めまして、武井と申します。頑張ってください。平川亮選手です。8号車のドライブ。今調子はどうですか。あ、今朝はトップだったんで、はあ、明日行っちゃいそうな感じしますね。分かんないですよ。楽しみにしてます。頑張ります。すげえ。一番グリッドファイト、かっこいいですね。予選1位、最強。ただ6時間だから、まだまだ分かんない。まだ分かんないよ。入っていいんですか。うわーすげー、すげー、うわーすげー、す最高。基本的にこの人間が乗ってるところがカーボンのいわゆるモノコックと言われるものがあって、うん、でそこから足が生えて、うん、でそのモノコックにエンジンがついて、ミッションケースがついて、そのミッションケースが足が出て車になる、うんうん、ちょっと普通の車とは、でも普通の車でも何億とかする車、何台かしか作らない車はこういう作り方になる、はいはい、小林かまい君がいる。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと一人焼肉してるとこ交流しようと思って来てください。同じの持ってる。本当ですか。今回ホテルに置いてるけど、ぜひ焼肉に。ごめんなさい、ちょっと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。いいね。いいですね。平川選手とも、カム君とも。はい。会えましたし、嬉しいね。アンドレ・ロッテラ見れたし、ロッテラ好きなんだ。豪華ですね。すごい豪華。最高の豪華さ。いやー、楽しいね。ここが基本的に頭脳で。なるほど。もう車が走ってる間にも、車が走ってる間にずっとデータが飛んできます。全データ。で、ここでそのデータの中で、車をどう効率よく走らせるかっていうことを考えながら、彼らが導き出したエンジンの調整であるとか、四輪駆動の調整とか、そういうのを全部ドライバーに、でドライバーが無線を聞きながら、心拍200ぐらい上がりながら無線を聞いて、それを全部調整しながら走るとか、そういうレースなんで、このレースはあの僕は乗れない。なぜかというと、ちょっとここが足らない。だからこれに乗ってる6人はよっぽど頭いいと思っていただいて、すごいんだ。だって100メートル走して走ってる間に横から1たす1万言われたら2って言えるけど、3桁の計算できんでしょ。うわぁ、70メートルぐらいでギリギリ答えてるかもしれない。それを永遠やってる。ずっと6時間やってる。説明うまいな。うまい。タレントだから。さすがです。レースやろうよ。レース、なんかね、こんなの見ちゃうといいなって気がしますね。ぜひ僕らね、やっぱり業界打撃軍にやっぱり出てもらうと嬉しいし、ただね、一つだけあるのは変なところでやらんといてほしい。変なところ、確かにね。車って好きでしょ。大好き。たくさんの絵があるんだけど、少数やっぱり人の人生狂わすので。確かにね、いろいろ危険なこともありますもんね。使い方間違えたらピストルやナイフで危ない凶器になるから、やっぱ僕らはね、やっぱり、ね、
安全を確保した車やからああいうレースができてる。なるほど、いろんなサポートも入って。そうそう、中にはそれをおろそかにしてスピードだけ行く人たちがいてて、そこにはね、やっぱり武井君はね、行ってもらうとね、こっちは心配になるんですよ。なるほど、ぜひやりましょう、やりましょう、明日から。ちょっと楽しみなんですね。コラボ楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ飯行くか。はい、行きましょう。じゃあ後ほど。はい、ありがとうございました。すみません、お時間ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。優しいな、あの人、協力してくれんの。ネイティブキャンプ創設かけそうの世界進出バートチャレンジ。全部が計算ですね。いいね。わあ、コックピットだ。はい。ちなみにこちらが車になってます。あ、こっちの方が見やすいか。もしよかったら。こっち行っていいですか。はい。こっからこっちは見えて大丈夫です。この辺だけちょっと。はい。この辺だけはなんですけど。うわあ、すげえ。ちなみに、こういう形で、運転席があって、まあ、ステアリングなんかは、ステアリング、ライアン、Do you mind if I take off the steering wheel or、yeah? すいません、これ今から予選戦うステアリングですが、いろんなボタンがあって、まあ、すべてのボタンが、本来あるべき場所にもうセットされているので、あんまり触るのは、やめておきますけど、まあ、本当にいろんな種類のボタンがあって、その場所ごとにいろんな機能が振り分けられているので、本当に無線でエンジニアとドライバーが常にやり取りしながら、車のバランスだとか、まあ、エンジンのその制御だとか、いろんなものを最適化するように常にこのステアリングを触ってやってます。キルとかブラボーとか、はい、なんキルは純粋にエンジンを切る、スイッチオフするスイッチになります。他のファンクションスイッチでも切れることはできるんですけど、できるだけ早くエンジンを切らないとメカニックは作業を始められないんです。なるほど。なのでこの入ってきた時にもう車が止まる直前ぐらいにエンジンを切れるように、もうそういうスイッチがあったり、であとは、ピットレーンの速度制限を、セットするピットリミッターのスイッチだったり、あとはフルコースイエローっていってコース全域がイエローになって80キロで走らなきゃいけない時のボタン、こっちが60、こっちが80で機能が分かれているので、でクラッチは今手の操作になってます。これでクラッチを、ただまあ F1 とかと同じように数ペダルで、はい、やるようになってます。はい、ネイティブキャンプ創設かけそうの世界進出バートチャレンジ。次はどちらへ。俺だからちょっとなんて言ったんですか、ガレージっていうか。お、もう早速すごいよ。早速ありがとうございます。まあこのミシュランが、まあ、ハイパーカークラスには全車に、ワンメイクという形で供給してくださってるんですけど、まあ、世界中にこの人たちとこの機械と転戦をしていて、全チーム分のこのタイヤの付け替えを、まあ、ここで一手にやってる。でちょうどこの中にタイヤが並んでますけど、まあ、コンテナで全部、はい、タイヤを。結構サーキットによってはもう本当に大きなテントの中にこれが全部タイヤがわーっと並んでるような、高級なチーズみたい。で今回はこの黄色いミディアムタイヤ3種類あるんですけど、ミディアム、ハード、ソフト、ミディアムとあって、でそのうちのルマン以外は2種類を、選択、まあ、先に2種類決められて持ち込みって形になります。で今回はこの黄色いミディアムとここになっている赤色のハードタイヤの2種類のタイヤを持ち込まれているので、走っている時もこれ回ってても意外と色が赤っぽいか黄色っぽいかで、どちらのタイヤを履いているかは分かるようになってます。でメーカーによっては4つあるタイヤのうちの1本だけハードを履いたり、片側だけハードを履いたり、いろんな組み合わせ方を試すところもあって、なぜかというとタイヤってどんどん走れば走るほど
まあ、守っていってどんどん削れていくんですけれど、あんまり削れすぎてしまうと、まあ、タイヤが壊れて走れなくなるリスクもあるので、そういった走行距離とその削れ具合に応じて、まあ、そのレースを走り切るだけの距離をカバーできるような組み合わせを、いろいろ試しています。富士はこのコンテナここだけではなくても裏全部コンテナになってますけど、このコンテナを並べっぱなしにしてるのは、まあ、ウェックの富士らしいといえばらしい景色かなと思うんですけど、これが終わったらすぐ全部コンテナに積み込みをしてバーレーンに向けて荷物を発送するっていう、まあ、そういうような流れになっているので、まあ、そういったところまで含めてチームメンバーは結構計画も立てて、いろんな形で、ホイールとかは車によってみんな違うの？ホイールはそうですね、チームによってデザインだとか、まあ、契約しているメーカーなんかも全部違う。ちなみにこの黒いやつは全部我々トヨタが説明しています。なるほど。日本のレイズさんというメーカーにサポートいただいて、結構デザインもメーカーによっていろいろ違うので。違うんですね、はい、ホイールによってもタイヤのロープの仕方とか変わる。ずっと聞いてた。そうなんだ。剛性も変わるしさ。ああ。これすごく結構重要。その相性があるんですね。結構みんな裏でいろんなさまざまな要素があるんですね。思いつきでそういうことをやるんじゃなくて、もう各チームシステマチックにそういうレース中にあるようなシチュエーションを全部やってみて、データにしてみて、これは使えるねっていうのをコントロールしながら彼らはやってる。なるほど。持ってる手札をレース中に展開に合わせてこうやってどれを使うか、頭のいい人たちが、なんか将棋みたいな感じです。なるほど。メイクルキャップスペシャル、竹蔵の世界進出バーコンチャレンジ。ここはグランピング施設に生まれ変わって、はい、楽しめる場所になっている。サーキットの内側でグランピングできるというね、もう優秀な施設でございますもん。車を最高に楽しむ場所ですね。ここはグランピング施設になってんですか。すごっ。これなんだ。ミンさん、こっち見てもいいですか。トレーラービラ。トレーラー。すごい、こんなのもあるんだ。本当はここ実はスパオーカーの危険があったんですけど、間に合わなかったです。わぁ、おしゃれ。わぁ、わぁ、素敵。なにこれ、なにこれ。ここでくつろぎながらレース見れるという。どうぞ。お邪魔します。いいじゃん。あ、いいじゃん。すごいいいじゃん。ここからこの目線ですよね。行くわけよ。って。この24時間レースというのは、ああ花火あるんですよ。マジで。ああ、そこで。花火見ながらレース見ながら。最高ですね。いいなこれ。お忍びデートにぴったりじゃんか。子供みたいな顔してるじゃないですか。楽しいな。来たぜ。まだか。来た。あ、来た。ランボルギーニ、ウラカン。ヤッホー。この距離最高っすね。すごいわ。お、まだ来ました。おい、来た。うわー、いた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 。ヤッホー。あー、気持ちいい。いいとこだ。これはいいとこだ。この企画いいですな。いいツアー。ゲーテさん、ありがとう。そして GR ガズレーシング、トヨタさん、ありがとう。上登ってみる。行ってみましょうか。あ、ここ気持ちいいな。あ、ちょっと上がるだけで風が全然違いますね。仕切りがこういうさ、透明感があるから広々と感じるね。いいなー。わー、気持ちいい。
欲しいな。欲しいっすね。金欲しいな。金欲しいっす。金欲しい。最高ですね、ほんとこれは。頑張ろう、マジで新生。連れてきてください。やる気出てきたわ。やる気出てきた。そうですね、いいな。もうタイヤのチーム終わってるかなと思ったら、なんだろう、レーシングチームの王なんでね。はいはい、武井さん、お願いしますよ。丸裸になるよ。丸裸になるよ。やばいよ。いや、でもこれは素晴らしい。楽しい。楽しい。メイクルキャンプ出身武井壮の世界進出バーコンチャレンジ。さあ今回はウェック6時間耐久に私がゲーテレーシングクラブの一員としてですね参加してまいりました、はい、ちょっと予選までしか見られませんでしたけども、レース熱がかなりブワーッと盛り上がってきてますんで、いつか武井壮がサーキット疾走する姿をお見せできるかもしれません。はい、皆さん楽しみで待っててください。ちょっとね火ついちゃって、脇坂十一さんがかなり俺の周りを固めてきてるんで、もしかしたら行っちゃうかもしれないんで、その時はサーキットでお会いしましょう。楽しみにしてます。それではネイティブキャンププレゼンツ武井壮の世界進出、またお会いしましょう。チャンネル登録、いいねボタンよろしくね。